では準備はいいですか。はい。お名前と担当動物を教えてください。はい、中山博之です。クロサイを担当しています。中山さんはちなみに大阪出身ですか。はい、大阪出身です。子供の頃とかって天王寺動物園に遊びに来たりしたことはありますか。はい、ありますね。何かその時の思い出とかってあったりしますか。いつも親に連れてきてもらった時にも勝手にうろうろ好きな動物見に行って迷子になってよく怒られていたのを覚えています。今もね、人多い時は迷子さんいっぱいいてますよね。天王寺動物園で働き始めてから印象に残っていることって何かありますか。一番印象に残っているのが、今も担当していますクロサイの赤ちゃんを初めて見た時です。クロサイの赤ちゃんめっちゃ可愛いんじゃないですか。めっちゃめちゃ可愛いんですよ。今のライとサミアのペアの前のペアの子供やったんですけども、めちゃめちゃ可愛かったので、ぜひライとサミアの間にも赤ちゃんが生まれてほしいと思っています。ぜひね、頑張ってほしいと思います。今回のクラウドファンディングは日本イシガメについてやろうかなとしています。日本イシガメの飼育に携わったことはありますか。実は今でも家で日本イシガメを飼育していて、もう赤ちゃんの時から育ててるんですけども、こんなにレアなキャラになるとは思わなかったのでびっくりしています。僕ら子供の頃はもうその辺の川とか池で普通にイシガメ見れたし、クサガメと半々ぐらいで、僕の記憶では赤ミミガメの方が珍しい存在だったんで、これから日本イシガメは大切に守っていかなあかんなっていう感じで思っています。これからどうしようかな、クラウドファンディング応援しようかなと思ってくださっている方に何か一言あればお願いします。日本イシガメってめっちゃ可愛いので、このイシガメの数がどんどん減っていくのはとても寂しいと思います。ぜひ皆さんの力をお借りして日本イシガメを守っていけると思ってますので、ご協力よろしくお願いします。せーの、ご協力